ヤーノサーリネンはフィンランドトゥルク出身の元バイクレーサー。ニックネームはフライングフィン。もともとはアイスレースのライダーだったがロードレースに転向した。世界 GP で活躍しヤマハのマシンで1972年に世界 GP250cc クラスのチャンピオンになった。1973年ヤマハワークスライダーとして 世界 GP500cc クラスと 250cc クラスに出場。500cc 初戦で優勝するなど好調だった。しかし第4戦イタリア GP の 250cc クラスでスタート直後に発生した多重衝突事故のため死亡。サーリネンが事故死したイタリア GP250cc クラスのレースの直前には 350cc クラスのレースが 開催された。350cc クラスのマシンがオイルを吹き、コース上にオイルが残ったままの状態で、十分な処理も行われていなかったと言われる。コース路面にオイルが残った状態のまま 250cc クラスのレースがスタート。トップで飛び出したのは、アエル・マッキに乗るレンツ・パ・ゾリーニで、これをサーリネンと同じくヤマハワークスライダーの金谷・ヒデオが追う形になり、 直線を加速していった。ところが1コーナー手前の直線部分にオイルが残っていたため、パゾリーニのマシンが横滑りして点灯。直後につけていたサーリネンは、避けきれずにパゾリーニに追突してしまう。2台のマシンと2人のライダーの体が、もつれ合う格好で、高速のままコースアウトし、側壁などに叩きつけられた。2台の直後にいたカナヤも点灯し、 マシンが炎上した。後続のマシン群も、路面のオイルとトップ3台の点灯に巻き込まれ、多くが衝突、点灯する結果になった。この事故で、パゾリーニとサーリネンが死亡。チャス・モーティマーによると、サーリネンの頭部は事実上すべて失われていたという。マルチクラッシュに巻き込まれた、他の点灯者も負傷し、歩いてその場を離れられたのは、モーティマー一人だった。 サーリネンの同僚だったカナヤは、後にオイルの処理をきちんとせず、オイルの存在をライダーに通知しなかったレース主催者に責任があると証言している。サーリネンは、現在のロードレースで主流になっている、ハングオフテクニックの元祖だという意見がある。根本県によれば、世界で初めて膝を擦って走ったライダーであるという。また、サーリネンは、レーシングライダーに必要な体力について、 次のように語っていた。ボーリングをやる体力があれば十分だ。ヤーノ、サーリネン、片山隆沈み俺だけの二輪テクニックサーリネンが事故死した当時は、決勝スタート前のサイティングラップがまだ存在しなかった。この事故もきっかけになり、サイティングラップなどの安全対策が行われるようになったという意見がある。F1 ドライバーであるヤルノトゥルーリの名、ヤルノは、 サーリネンにちなんでつけられたというトゥルーリの両親がサーリネンの熱心なファンだったらしい。ありがとうございます。